しくお願いいたします。はい、お願いします。では予算に関する説明などありましたらよろしくお願いいたします。あ、そうですね、おはようございます、後藤田でございます。今日はまたお集まりをいただきましてありがとうございます。もうすでに皆様方には詳細はですね、ご報また財政当局を通じてお話をさせていただいていると思いますが、まあ、私からはまあ大体改めて概略をご説明をさせていただきたいと思います。知事就任後のですね、初の当初予算ということで、未来に引き継げる徳島の実現、まあ、こういったことで、いよいよ始まるという思いで、非常に改めて気を引き締める、身が引き締まる、こういった思いでございます。総額、予算総額といたしましては5002億円ということでございまして、コロナ関係予算を除く令和5年度の通年予算比で、プラスの 0.9%、 額で言えば45億円の増と、こういう形になっております。まあ、そのポイントといたしましては、現在策定中の徳島新未来創生総合計画、この方向性に沿った施策を展開するということ、そしてまた能登半島地震の被災地支援、また道路、また私どものですね、今ある道路の維持補修など、これはまあ国の総合経済対策に呼応する施策を2月補正予算として当初予算と一体的に編成すると、こういったこともポイントの一つであります。そして、子ども未来基金、いわゆる子ども真ん中政策にこうした形で、昨年から子ども未来局を作っておりますが、改めて子ども子育て関連施策を積極展開をしていくということでございます。そして先ほど述べましたが、予備費を倍増したいと思います。これはまだまだ被災地支援がですね、継続すると、こういう中、我々も被災地支援対策の本部を作らせていただいておりますが、先ほども町議でも述べましたが、まだまだ現場に行かれた私どもの県の皆様方の声を聞くとですね、やるべきこと、やらなきゃいけないことがあるということで、国の動向も踏まえましてでありますが、予備費を倍増させていただく 1.5 億円から3億円と、こういうことでございます。で、もう改めもう一回申し上げますとね、それで子ども子育て関連につきましてはですね、これ画面出てますかね、画面に出ております通りですね、まあ、やはりこれから少子化がまだまだ、さらに急速に加速するということ、まあ、そういう中でもですね、子どもたちの環境を、いわゆる児童虐待だとか、ヤングケアラーだとか、子どもの貧困だとか、まあ、こういったことも大きな課題となっておりまして、子どもたちの環境というものはですね、複雑化、多様化していると、まあ、こういうことで、子ども未来基金というものを活用してですね、そして子ども未来部というものを今度の組織再編で作りますのでですね、そこを中心にですね、切れ目のない支援をしていきたいと、まあ、こういうことで令和5年からのですね、子ども子育て、私ども徳島県の関連予算は約 10% の伸びしろと、まあ、こういうことになってます。で、まあ、今までと違った新しい施策としては、子どもの意見反映推進事業、そしてまた産前産後保育という切れ目のない支援の中でですね、まあ、特に保育教育の質の向上ということで、保育士不足等に対応する保育士人材バンク活用促進事業、また放課後児童応援事業、そしてまた認定こども園等における ICT 化の推進、そしてまた
特別支援教育シェアトークというですね、まあ、DX を通じた支援プロジェクトにつきましても新規事業として進めさせていただきたいと思います。また子育て支援の充実として、多様な子育て環境のつながり促進事業、そして子育て情報発信強化事業、こういったものも新規でやらせていただくと。で、子どもを見守る、そしてまたその上で居場所づくりということでですね、さらに子どもの居場所づくり支援体制強化事業として、これを2月補正で、計上したいと思っています。で、同時に子ども食堂の開設運営のサポート事業、これも2月補正で対応したいと思っています。で、ヤングケアラーにつきましてもですね、まあ、顕在化している部分でもですね、非常に増加しているということ、また顕在化してないところも含めてですね、しっかり現場とも、情報共有をしながら支援体制を強化していくということも新しい施策の一つでございます。そして一人親家庭のご支援に対しましても、これは2月補正で、一人親家庭等の子どもの受験料等支援事業、こういったものも新規で、計上させていただいてます。次に行きます。で、今申し上げましたですね、子ども施策は171億円、前年度 10% 弱 9.8% 増の10億円でございますが、もう一つ大きな塊としては公共事業予算691億円でございます。まあ、これにつきましては昨年のですね、通年予算比 1.6% の11億円増と、まあ、こういうことになっております。これはまさに私のミッション安心度アップが、まあ、メインでございますが、魅力度アップにつきましてもですね、農林水産のですね、生産そして販売拡大に向けた生産基盤づくりということ、そしてまたいわゆる公園、町づくり、港づくり、まあ、こういった点でもですね、これはまあオロナミン C 球場の改築、まあ、これはまあスポーツにももちろんでありますが、やはり防災拠点、といろいろな形で、改めて活用の意味が高まっているなとこのように思います。また昨日も国土交通省にも要望をさせていただきました岸壁の整備、まあ、これもいわゆる公共事業でありますけれども、これも県南はじめ全県下のですね、バッテリーバレー構想も含め、またその他のですね、産業にとっても欠かせない赤い執行の護岸整備、そしてまた災害対策としても岸壁の強靭化、こういったものにもですね資する事業となっております。でちょっとまた戻って安心度アップ、ごめんなさい、今の安心度アップのさっきのまとまったやつ、次のページ、公共事業の今のページ、はいはい、でこっちの方が分かりやすいと思うんですが、まあ、道路ネットワークは、まあ、ご承知の通りでございまして、昨日も県南に向けた高速道路高規格道路、まあ、令和7年に串渕阿南間のですね、開通予定は示されましたが、さらに県南部へのですね、南進、また徳島とのコネクト隣接と、そういったこともしっかりやらなくてはいけない。そしてまた県西部におきましてもですね、徳島高速道の、4車線化、これも大変重要な事業でございまして、8割がまだ暫定2車線片側1車線ということでございまして、まさに前の知事、高知県知事をやられてた尾崎さんが今国土交通省政務官でお話ししましたが、高知の方でも以前平成30年の水戸用でいわゆる高速道路の橋桁の滑落、こういったものが橋が落ちたと、まあ、こういう大変なことが起こったと。
ということで道路局長ともお話ししましたがですね、いわゆる発災震災がもし仮に起きた時にですね、支援部隊がなかなか片側一車線では行けない、もしくは修復工事でもですね片側一車線では非常に時間がかかると、まあ、こういったことも含めて、国にはその点につきましてもお願いをさせていただいたということでございます。これは県の事業でありますが、今国のお話もちょっと合わせて、ご説明をさせていただきました。はい、じゃあ次行きましょう。はい、ということでですね、まあ、大きな予算としては子ども子育てしっかり、子どもに力を入れていくと、まあ、そしてまた県土強靭化に、力を入れていくと、まあ、こういうことでございますが、さらにその魅力度アップとしてですね、909億円を計上しておりますが、まあ、これにつきましても公約でお示しした通り、いわゆるトップセールスでですね、さまざまな日本のですね、市場に徳島県産のさまざまなものを販売していく、また世界にも発信していくと、そういう攻めの農林水産業、そして、バッテリーバレー構想というものを打ち出しておりますが、これはまあ先ほど国と連携する港湾事業を含め、さまざまな企業と産業集積を目指していきたいと、まあ、これも昨日経済産業省の皆様方とも大変有意義な議論をさせていただきまして、まあ、電池というのは、まあ、半導体と同様にですね、世界戦争が起きております。これもいわゆるリチウム関係、ニッケル関係のですね、電池の材料、これの川上から川下までですね、非常に一定の国がシェアを伸ばしていると。今は安いから買っててもですね、いざという時に出荷が停止されれば大変なことになると。アメリカ、ヨーロッパは2030年までにですね、電池関係のですね、自給率を9割に上げていくと、まあ、こういう話でございます。ですのでその点についてのですね、国策は経済安全保障として電池が大きな位置づけとなっております。これにつきまして電池産業に今現在非常に一定の地位を占めている徳島県として、さらに我々としてですね、パフォーマンスを上げていきたいとこのように思っています。また観光戦略につきましてもですね、今もうご承知の通りインバウンドが増えているということでございます。台湾、香港、韓国、タイと、まあ、今後、まあ、それはそれぞれにスケジュール感は違ってきますが、各県もですね、一定の予算を費やして、海外便の誘致を行っている中、我々指をくわえて見ているわけにはいきません。こういったことにも予算を充当させていただきたいと、このように思っております。また労働力とか後継者不足、まあ、これは少子化の流れも受けてでありますし、また高齢化の流れも受けてでございますけれどもですね、労働者不足についてはこれも公約通り、人と人労働、まあ、各産業でのですね、いわゆる俯瞰的な労働需給のマッチングもですね、いわゆる労働局さん任せではなくて、我々県としても改めて労働部局を一つの課として作りますが、やっていきたいと思っておりますし、後継者不足の企業につきましては、いわゆる零細小規模事業者から合併を促し、そして中小企業、中堅企業へと成長していただき、そこで生産性を上げ、そしてそれが賃金アップにつながっていくと、まあ、こういった流れを、また作っていきたいなと、このように思っております。そしてまた各市町村、また各地域にですね、やっぱり自主的に自分たちの
得意な分野、まあ、観光資源も含めてでありますし農林水産も含めてでありますが、改めて磨き上げをしていただいて、魅力をもう一度ブラッシュアップしていただいて、それを一緒になって発信をさせていただくということで、魅力的な地域づくりにも予算充当もさせていただいているということでございます。まあ、新戸 の、まあ、公共事業以外の部分につきましてはですね、いわゆる今のページに、そうかそうか、はい、ここで言うと、まあ、危機管理体制、まあ、いわゆる我々は県の関係でありますし、ありますその県土強靭化以外はについてはですね、医療介護福祉こういったものの人材確保、そしてまたフレイル対策を含めた事前のですね、健康対策、こういったものにも力を入れていきたいとこのように思っております。まあ、教育再生につきましてはですね、教育大綱ももちろんでありますが、また教育委員会さんの先見的な事業お仕事ではございますが、我が県といたしましては予算をつける立場としてですね、ぜひ教育 DX というもののですね、いわゆるタブレット問題の遅れをしっかりと取り戻していっていただきたいとこのように思っておりますしですね、また国際性豊かな、また個性豊かな子どもたちを育てていただくためにもですね、まあ、先日のタイのジャパンエキスポへの参加でも初の試みでありますが、高校生をメインに、そしてその高校生たちを面倒見ていただく有名連の大学生の皆様、総勢35名の皆様にもですね、改めて海外というものを知っていただく、アジアの現実を知っていただく、いろんな意味での教育的また外交的にも向こうの大学生との交流もしていただいたということで、いい形になったと思います。で、以前コロナ前はですね、高校からカンボジアはじめいろんなところに行ってたんですね。そういったものをもう一回改めて、Be Abroad, Go Abroad という形で世界を見ていただくと、でやっぱりこういう世界とか国際的なものを見るということによってですね、個性が大事であると、個性を尊重する、それがまたいじめがなくなっていくっていう、私はこういったことにもつながっていくと、まあ、このように思っております。またグリーン社会の構築につきましても GX ですね、いわゆる環境対策につきましても率先して私どももエシカル消費というですね、戦略を掲げている立場としても、そういったものにも予算を計上していきたいとこのように思っております。で、透明度アップにつきましてはですね、まあ、これはやはり行政の DX 化というものを来年度本格的にですね、いわゆる聖域なく進めていきたいとこのように思ってます。先ほどの町議でもお話ししたように、いわゆる今の県庁におけるですね、 DX で仕事の効率化、また同時に県庁もいろんな事業、民間の皆様方との関係においてもですね、DX 化を進めていくと、こういうことでございますし、まあ、特別会計の廃止統合等もですね、率先して昨年、やらせていただきましたけれども、同時に私どものですね、県でできることは何なのか、県がすべきことは何なのか、県がしなくてもいいものは何なのか、まあ、これは外郭団体、そしてまた民間、さまざまな立場でですね、もう今一度聖域なくですね、その役割に本来の役割というか本来の目的に立ち返って、仕事の仕方を考えていく、それによって、行政改革を進めていきたいと、まあ、このように思っております。で、またもう一つはふるさと納税につきましても、今まで、全国で下位に
甘んじておりました。その点につきましても、もう昨年から市町村長の皆様方ともですね、情報共有しながら発信をしていくと、そしてまた企業版ふるさと納税につきましても、さまざまなアピールをしていくと、まあ、私も東京にあのなるべく出張に行く、また世界をなるべく見るということが大事だと思っておりますが、まあ、モノレールに乗ってもですね、東京の電車、地下鉄に乗ってもですね、やはり他県のポスター、他県の発信はよく見るんですね。私どものはなかなか見ない。ですからそういったこともですね、今一度見直していきたいと思ってますし、まあ、そこも東京や大阪の本部の今までの仕事のやり方、こういったこともですね、しっかりもう一度見直しをすること、そしてまあできる限り私どもはこの県庁から出張ベースでの仕事のやり方に変えていきたいと思っておりましてですね、やっぱり現場を見ること、そしてまた現場をやってる者が実際仕事をするということ、なんか屋上奥にですね、何か支店があったり何かあったり、まあ、私どもの知事室もですね、まあ、現場があって企画総務があって秘書課があって知事があってっていうんじゃなくて、もうそういったものはもうなるべく間に入れずにですね、直接的に仕事ができる、情報共有ができる、そしてスピード感を持って仕事ができる、まあ、こういった体制にして、まあ、そうすることによって、人が足りない部署にですね、集中的に人を投下していくと、まあ、こういったことをですね、やっていきたいなとこのように思っております。まあ、私からは以上です。もう話し出すと2時間ぐらいになっちゃうんですけど、皆さん我慢できないありがとうございます。はい、なんか質問があればここに、はい、受け付けましょう。ではまず幹事社の時事通信から質問させていただきます。財源不足対策について質問がありまして、財政調整基金今回80億円を取り崩しということなのですが、まだかなり多くの額が残っているみたいで、まあ、今のところ財政は安定しているという見方がありますが、まあ、今後その物価対策などで、まあ、公共事業の、まあ、事業費の増額なども見込まれます。その中で今後その財源を適切に確保運営していくためにはどのようなその工夫などをしていくのか考えを教えてください。まあ、財政調整基金というのはですね、やはり多く持っておくに越したことはございません。まさに有事の時にですね、使うということ、そしてまた中長期的な、いわゆる投資的なものに準備をしていくことっていうことが、まあ、本来的な役割でございますのでですね、まあ、これはやはり あとまた国のですね、特別交付税、また補正予算、こういったものもですね、合わせながらやっていくものだと思っておりますんで、まあ、この点についてはなんていうんだろう、お金があるからいろんなものに使うんだと、まあ、こういうことではなくて、そういった危機管理ということと、また中長期的な投資に持っておくと。ただまあ御所を大事にですね、基金というものを置いておくっていうことも、これも私はおかしいと思っておりますので。そういった点におきましては、まあ、いわゆる町づくり等でもこれからまた多くの予算を必要とすると思っております。こういったものには積極的に使っていきたいなとこのように思ってます。危機的な、またその緊急的な予算というものについては国の補正予算を通じてですね、機動的にやっていきたいと思います。まあ、その両方を睨みながらやっていきたいと思ってます。ありがとうございます。あと先ほどふるさと納税の話がありましたが、まあ、こういったその 県のまあ魅力の認知という部分でどういったところに注力していきたいんですか。例えば都市圏とかそういった部分にもよりトップセールスをしていくのか、それとも例えば広告などで知ってもらうような取り組みを広めるか、まあ、いろんな方法があると思うんですけれども、何か現時点で考えがあれば教えてください。はいはい、そうですね、まあ、やっぱりこれはね、妙案っていうのはなくて、地道にですね発信していくこと、そしてまずは徳島に来てもらうこと、徳島のものを食べてもらうこと、
徳島の素晴らしいものを買っていただくこと、まあ、ここから始まると思ってますんで、妙案はなく、これからですね、まあ、私もいろんなあの種を去年から任せていただいてまして、国内外にですね、そういった拠点を活用しながら、そして先ほども申し上げましたが、いわゆる関東や大阪のさまざまな効果的な場所等に発信をしていくということ、先般もタイに行った時には、まあ、タイの大きなあのヒルトンホテルを経営する財閥の方にもですね、直接徳島ブースに来ていただいて、今建設中のホテルに使っていただくべく、さまざまな PR もさせていただいたところでございますんで、そういったことを地道にやっていきたいと思います。ありがとうございます。あとはですね、昨年ですね、 SDGs 祭などを、まあ、発行されて、まあ、いろんな形での、まあ、コーヒーを集めて、まあ、今後の、まあ、運営とかに役立てていくというような、まあ、政策展開されていますが、今後そういった、なんていうでしょう、環境に配慮した GX だとか、まあ、DX を促進するためのそういった財源の確保、どういった部分工夫されていくのか、もしあれば教えてください。まあ、そうですね、まあ、世界的にもですね、まあ、SDGs の流れというのはもう加速をしております。まあ、そういう中で、でもじゃあ本当に私どもの県がですね、言葉だけじゃなくてしっかりその GX 対策に取り組んでいるのかというところが私は重要だと思っておりまして、まあ、先ほども申し上げたように、じゃあエシカルにしても、まあ、いわゆる再生エネルギーにしても本当に徳島ができているんですかといったところをもう一回ですね、再検証しながら進めていきたいと。まあ、本当に普通にね、さっきもラベルレス あのペットボトルの話したけれども、未だにラベルのあるあのペットボトル使っているようじゃダメですよと、まあ、こういう話だとか、まあ、再生エネルギーにつきましてもですね、マニチュアさん、大塚さんのような世界企業はですね、いわゆるエネルギーを買うときにもですね、いわゆる普通の再生エネルギーじゃなくて RE100 って言ってですね、リニューアルエナジーの100っていう、そのさらにちょっとハードルの高いエネルギーしかを買わないと取引先といい説明ができない、まあ、こんなお話もありましてですね、まあ、我が県 その例えば企業局がやっている水力発電は再生エネルギーの枠に入りますがですね、その 年限が長いと RE100 にならないとか、まあ、こういったこともありますもんですから、引き続きそういった点では、まあ、今風力洋上風力とかでご関心をいただいている企業もありますし、そういった点もですね、これから進めていくことが我々のその SDGs 祭を出した時に、いわゆる環境関連のに関心のある方々にご協力ご購入をいただくことにつながると思ってますので、いわゆる実質的に全国に世界に発信できるような、まあ、そういう取り組みを進めていけば、結果としてそういった財源が増えていくと、まあ、このように思ってます。ありがとうございます。すいません、最初です。ちょっと繰り返しになって恐縮なんですが、最初に冒頭いよいよ始まる国が引き締まるというのは、まあ、知事就任後初の当初予算だということだと思うんですけども、知事就任後初の当初予算の出来栄えっていうのはいかがですか。うまくいったかなというか、自信もあったし、いろいろ制約があったとは思うんですけど。なんていうんだろう。行政っていうのは、やはり私がお示ししているように、その派手なっていうかね、木を照らったようなこととかじゃなくてね。やっぱ確実に結果を出すことが大事だと思ってますんで、まあ、その魅力度っていうことにおいては非常に明るい話として、いろんな去年種をまいてきたこと、それを咲かせるための今度は
栄養素というかね、太陽や水、まあ、こういった予算になっていると思いますし、やっぱりその地味なお仕事ではございますが、いわゆる安心度、これも非常に重要でございましてですね、まあ、本当に危機管理、また医療、福祉、介護、障害者、そして子ども、こういった対策はですね、まあ、これこそまた本当に地味な仕事ではございますが、ただ、大きなビジョンに示させていただいている通り、それが未来に引き継げる徳島実現の、政策なのかということに常に現場が振り返ってもらえるようなですね、まあ、こういった内容になっていると思います。また、まあ、透明度につきましてもですね、私自身が公約でお示しした通り、まずは会より始めようで、まあ、3期12年退職金返上、まあ、こういったことをやった上で、県庁の皆様方にもですね、より機動的に、より効率的に、力を最大限発揮していただく、それが県民の皆様の力を最大化できると、まあ、こういう考え方に基づいて、これも今回初めての当初予算として非常に中身としてはいいものに仕上がっていると思ってます。ただやはりこういったものはもう普段の努力、常にアップグレードしていかなきゃいけませんから、その完璧でもうこれ以上やることないということはもう行政においてはこれはもうやり続ける限りはございませんのでですね、常に現状に甘んじずですね、そしてまた結果を出す、そしてそれが持続可能なものになっていくということを今日の町議でも部長に申し上げましたが、そういった考えに基づいた予算になっていると、このように思っております。ありがとうございます。では他に質問のある者はよろしくお願いいたします。すみません、NHK です。はい。特にこの今回、また半年もあり、この災害対策のところでのお考えを伺いたいんですけども、新年度、本部室の設置に関わる整備事業、また発信力強化というふうな事業が入っていますが、どのように、新年度対策を進めていきたいかというのをお考えをお聞かせください。はい。災害に対して。災害対策です。はい。で、災害対策で、災害対策本部室を設置して、そこに、それは被災地支援ですか、それとも我が県のですか。我が県、徳島県のです。だから支援、じゃ災害対策本部の話ですね。はい、はい。なり SNS の発信力強化というのも、はい、力を入れておりますけれども、はい、まあ、新年度どのようにして、はい、あ、はい、県の支援、はい、ありがとうございます。今非常に重要なご指摘もいただいてありがとうございます。まあ、本当に私ども徳島県もですね、南海トラフ地震、そして中央構造線活断層地震の危険性がもう日に日に高まっていることは皆さんご承知の通りでございます。特に南海トラフにおきましては、これから20年の間に6割の危険性があるという、これも数字としてはすごいですよ。これ明日雨が降る可能性が 60% とかさ、みんな傘持ちますよね。ですからもうそういうレベルだということをもう一回皆さん認識していただきたいと思います。被害想定は220兆円です。推定死亡者は32万人です。だからこそ私は常設の災害対策本部を作る決断を昨年いたしました。ハードソフト含めたその環境整備も予算化させていただいております。加えて、県民の皆様の自助努力も改めて促したいと思います。その一つがまさに県の公式 LINE にですね、しっかりご加入をいただくことによって、まず災害発生時の情報を取得できる環境を自ら整えていただきたいと。これがなければ逃げられません。そして助けにも行けません。そして避難誘導を、子どもやお年寄りや障害のある方を誘導することもできません。ぜひその危機感を改めて県民の皆様方にはお持ちをいただきたい。
能登半島の地震でも、あの災害被災地避難所でもお分かりの通り、その後もですね、どこにじゃあ給水車があるんですかと、いつ水給水車が来るんですか、いつ食料が来るんですか、どこで充電できるんですか、どこで Wi-Fi がつながるんですかと、まあこういった情報も二次情報も発信することができます。こういったことにですね、改めて今 NHK さんから非常にありがたいご質問をいただいたので、改めて県民の皆様にそのことをお伝えをさせる機会にもさせていただきたいと、このように思っております。で、まあ、改めてそのこの前今年に入りましてですね、危機管理総合調整会議を3時間にわたって私も参加しました。で、去年と違うのは市町村の危機管理担当の皆様にもウェブ参加をしていただいていること、そして私自身8市16町村の市町村長そして危機管理担当者ともグループ LINE でもつながっているということ、まあこれはあの今回被災地でも長谷知事さん、輪島市長さん、いわゆる300人、全国の300人の知事市町村とつながるグループ LINE がございます。こういったことでいかにタイムリーな情報収集発信ができるかということを身に染みて感じておりますんでですね、まあそういったことも含めてでありますが、やはり今回でお分かりの通り、断水が続くと大変なことになる、停電が続くと大変なことになる、そして今申し上げました SNS 携帯電話にしても通信遮断したらその情報すら収集できません。それに対してはスターリンクがしっかりと整備されているのか、そして今回1対1で活躍しているウォーターシャワー、こういったものの整備、我が県には15基幸いにもございまして、そのうちの一部を輪島市被災地に搬送いたしまして大変喜ばれておりますが、こういったものの再チェックということ、まあ、いわゆるレジリエンスですね、回復力っていうことはもちろん大事なんですが、そのもう一回原点に立ち返って、いわゆる橋だとか建物だとか、そしてまた山岳崩壊も含めたいわゆる再点検とですね、今一度強靭化していく、補強していく、でこれはもう自助、共助、公助全ての段階でお願いをしたいと。例えば耐震診断どこまでやってますか。今ほとんどやってませんよ、徳島県の皆様。これもしっかり市町村長にもですね、前面に、基礎自治体の皆様にも前面に立っていただいて、いま一度、耐震診断をして、そして耐震補強をするということを促していきたいと、このように思っております。ですので、自助、共助、公助という中でですね、そしてまた様々な部局において、そしてまた今はこれからその被害想定をもう一回見直すという内閣がおっしゃってますがですね、これはトップダウンであって、やっぱ現場を知っているわけじゃないんですね。現場を知っている市町村長さんからもですね、ボトムアップの今後の対策というもの、これが両方合わさったものでですね、これでもかというぐらいの想定権と、いわゆる備えをしていきたいと思います。備えあれば憂いなしと言いますが、備えがあっても憂いは必ずあるんですと。ただ備えがなければもうこれはもうダメなんですね。そこはもう徹底してやっていきたいと思いますので、県民の皆様も自助の方、 SNS の加入、耐震診断、そして地域の避難経路の確認、避難誘導すべく地域の高齢者、子ども障害者の確認、こういったものをですね、改めてしていただきたいと、このように思います。ありがとうございます。お写真です。長期でも少しおっしゃられてたと思うんですから、まあ、県庁の本来の業務と、まあ、民間ができることっていうのを先ほど言っていくってお話されてたんですけど、今回の予算の中でそういったものっていうのは反映されてるんでしょうか、それともこれからまたやっていくよ。
いや、まあだからそれによってさまざまな人件費も含めて効率化するという、まあ、行政改革という意味ではですね、まあ、結果として出てくるものではありますが、まあそれに対して組織再編行政改革にお金を使うという部分での予算は特に計上はしておりませんが、ただやはりこの予算を使う上でいわゆる部局再編とその予算を使う立場の人たちがより効率的に働くということで、実は予算に見えない点であるから、あえて先ほど部長の皆様にお願いをしたという、まあ、こういうことであります。単なる予算の説明だけだとね、非常に外形的であり形式的でありますので、これをいかに生かすかが大事なんですよと、まあ、こういう話をさせていただいた、そういうことです。例えばね、トップセールにしても、まあ、今はご承知の通り外郭団体でですね、物産協会があり貿易協会があり産業振興機構があり農協さんとやってるあれなんだろうな、ブランド推進機構があり、で民間でいうと、まあ、ある銀行さんが e コマースの部局があり、これみんなバラバラなんですよ。で、まあ、農林水産で言えば農林水でバラバラ、また農で産業物産別でバラバラで、同じ品物でもバラバラで、これ2024年問題ありますね、物流で、まあ、これ医療機関も含めて全てにおいて働き方改革が厳しくですね、超過勤務も含めて見られるようになりますですね。そうするとコストアップになる、でそうすると働き手の問題が出てくると、まあ、こうなるとですね、やはり農と水の混載だとか、この前も徳島県先進的にブロッコリーをですね、いわゆる3つの農協さんでしたかね、混載して運ぶとか、今もう進んでおりますけれどもですね、まあ、こういったことも含めて、外郭の中でもその一つにするとより効率的になるんじゃないですかとか、で我が県の県庁でそういったセールスをやっている人たちもそっちの方に例えば出向いただいてそこで活躍した方がいいんじゃないですかとか、まあこういった具体的なことも今詰めているところでございますんで、まあ例えばの事例で言えば今そういうことです。ありがとうございます。他に質問のある者はいらっしゃいますか。日経から伺います。徳島市のまちづくり構想に関する話ですけれども、今回の予算の中で魅力度アップのところに項目として入ってくるのかなと勝手に想像していたんですけれども、今回その文字が見られなくて、でそれは補正の予算として調査費など組んでおられますから、まずはそれを着実にで必要に応じて補正などで新年度も対応するというようなそんな流れになるんでしょう。いや、どうでしたっけ。うん、あ、そうですね、そこの調査費は去年の11月、そうだよね、うん、去年のやつで、はい、はい、もうそれを今まさに調査費として去年挙げたものを続けていくということで、まあもちろん本格的にですねトンカチとかそういう話はまあこれからの動向を見ながらだし、さっきまさに調整基金の話ありましたけれどもですね、まあいったものも含めて機動的に対応できればと思いますが、ただやっぱりスケジュール感としてはある程度調査をすること、そしてまた徳島市さんとのいろんな協力協定、まあ、こういったものも大きな町づくりの協定に巻き直しをしたいという私は思いはありますが、まあ、ここも相手のいることでありますし、で町づくりはまあ再々申し上げてますが、基礎自治体のいわゆる都市計画は基礎自治体のまさに主体でありますからね、都市計画法第19条に書いてある通り、我々はその地方自治法第2条である通り広域行政補完総合調整という立場でいかに国と一緒にですね大きな町づくりについては協力していくかと、まあ、こういうことでございます。
まあ、ホールについてはですね、まあ、いわゆる協定を尊重しながら私ども、まあ、本来徳島市さんがやるぜひやるはずだったものが、まあ、協定で県がやるように、まあ、こういうことになりましたよね。例えば鳴門市さんはご自分の財源で徳島市さんより小さいけれども1200を超えるホールをお作りになってますよね、自分の財源で。ただまあ協定も尊重しながらということでございますので、現実ということでそれは受け止めながらだとすれば、私ども県として県民全体が徳島市さんだけじゃなくてね、あの納得いく場所、納得いく規模、納得できる確実なものを今目指して、調査を進めていると、まあ、こういうことでございます。はい、あの日経さんもあのいろいろ一面で政労司会ありがとうございました。またあの被災地の飯田課長の特集もありがとうございますこの場を借りて、他に質問のある者はいらっしゃいますでしょうか。大丈夫では、これで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。